の機能が当時の5月25日をもってまた南部の方へ移転っていう命令が出たんですね、はいはい、なんでその移転の際に一度に持っていけないっていうことで埋めたんじゃないのかなっていう薬なんですね。あでこのガラスの透明の瓶に入ってるのが今でいう点滴液、はい、うーん、そしてあそこに口の小さな瓶に入ってるのが消毒液ですね。こちら側真ん中の方ね、うん、でこちら側の大きな瓶に入ってるのが軟膏ノリクスだそうです。うん、当時のまま中身しっかり残ってます。当時のままですね。このちっちゃいピンクっぽい容器のやつは何の薬なんですか？これもそうですね、同じらしいですよ。この透明な瓶に入ってるのみんな点滴液、点滴成分は当時はどう読んでいたかは分からないですけど、どうやってこれを点滴